はい、あれ今日なんだっけ。あ、今日あのゴッドカウンセラーの日です。あ、ゴッドカウンセラー早いな。はい、ちょっと立て続けだったからいろんなことが。やゴッドカウンセラー最近全然やってなかったんですよ。なのでちょっと質問ごっそり溜まってまして。ただな、ただな、ゴッドカウンセラーに来る悩める子羊は俺の新刊11月18日に出るアンサーさえ読めば大体解決するけどね。あ、なるほどなるほど、うん、生きていく上での全てのアンサーが詰め込まれた本だって。そういうことなんで結局はな。はい、じゃあまあ早速読む前にもうアマゾンレビュー書いておきますから。いいねいいね、書いておけよ、はい、お前フライングでアップしちゃったりとかするね。そうそう、フライングで、まあ、そうだ、今流行りのふかし盛り込めばいいんで、ふかしをバンバンレビューに。わかりました、最高でしたなんて見てねえのに。その時はふかしてもどうやら捕まんないようなので。そうそう、流行ってっからふかしが。よし来い。はい、22歳大学生からの相談です。クラブ遊びが苦手です。クラブとは踊る方ですね。おクラブな、はい、クラブ。音楽に合わせて踊るということに恥ずかしさを感じます、うんうん、そもそもダンスなんて習ったことがないし、うん、僕は酒もドラッグもやらないので、うん、我を忘れて踊るなんてことができないんです、うんうん、苦手なら行かなきゃ演技だけなんですが、苦手だからって逃げ続けるのも、負けた気がして、悔しいです。おそこで織田さんに相談、うんうん、クラブでうまく踊るにはどうしたらよいのでしょうか。そして恥ずかしさはどうやって吹き飛ばせばよいのでしょうか。数々の大舞台で、大舞台かな、で歌舞伎続けてきた織田さんのアドバイスをお聞かせください。お、まあ、歌舞伎といえば俺だからな。はい、ただその歌舞かなくて大丈夫だよそれは。え、クラブだろ。あ、クラブです。あの何を目的としていくのか知らないけど、はい、だからその相談者のように素直に馴染んで音楽に合わせて踊れない自分が情けない、でもまたせっかく行きだ通い出したクラブに行かなくなることでなんか逃げてるみたいだとかいうことなんだろ。敗北感ですね。だけどそもそもの目的は何なんだってことだ。例えば女の子ナンパしに行ってんのか、うん、純粋に音楽を楽しみに行ってんのか、まあ、はい、酒飲みに行ってんのか、踊りに行ってるのか分かんないけど。何ですかね、ちょっと書いてないんですけど、まあもしかしたら学校のお付き合いかもしれないですね、うん、自分は乗り気じゃないけど友達が行くから俺も行くかみたいな。まあもしその中にだから普通のやつらがクラブに行く感覚で、はい、まあ、姉ちゃん引っ掛けて、まあモテモテになって酒飲んで楽しく飲み明かそうっていうコンセプトが入ってるんであれば、うん、踊らないことをおすすめするよ。あ、そうですか、そういうもんですか。あのな、クラブなんてよ、あの真ん中のフロアでアホみたいにカッコつけて音に合わせて踊ってる外人とか必ずいるんだよ、はい、もう俺様の踊りを見ろみたいな感じで、はい、音に合わせて求められてもいねえのに一人でアホみたいに踊ってるやつって必ず一つの店に絶対いるんだよ、はい、そういう人がモテてるかって言ったら笑われてるだけだよ。あ、笑われてるんですか。あれお前姉ちゃんたちにあのさっきの彼の踊りめっちゃイケてたねなんて絶対ならないから。あ、そうなんですか。あいつやばくないってもう笑われてるだけなんだよ。あ、このところで本気になっちゃってかっこ悪いわって。そうそう、むしろあの例えばクラブのもういつも言ってる常連のナンパ師みたいなやつらなんて、はい、こういうとこでよ酒片手に、はい、なこっちにジントニック片手にこの辺でこんななってよな、スマホいじりながらこんなことしてこう品定めしてたりよこういうフロアのこういうとこでなんかこんななって手を置いてよ、はい、なんかこうドリンクこんな真っ赤舐めたりよ、はい、あと用もねえのやたらトイレの近くでこうなんかこうダンディーにいたりよな、あのドリンクバーで勝手に女の子に酒をおごってよ適当に目も合わせねえでよ、なんか薬でもやってんのか知らねえけど、はい、そういう謎のよくわかんねえおっちゃんたちとかよくいるやつらがやたらモテる。あ、そういうもんなんですか。真ん中でアホみたいに音楽に合わせて踊ってるやつはキモいって言われるからマジで。なるほど、適当にそういう風にしてた方がいいよ。多分何回もトイレ行ったり、はい、あのカウンターのバーの近くにな、はい、こうわざといたりよ、常連ぶって、ま
まあ、それでも音に合わせて踊るっていうことが目的なんだとしたら、はい、まあ、それかスマホ持ってよ、スマホをこうやって持って、まあ、アプリでな、アプリで何でもいいよ、なんかゲームでもいいよ、はい、アプリで別にテトリスでもいいよ、そんなのしながら音に合わせてこう、こういうふうにこうしとけやよ、はい、クラブまで来てるのに彼女かなんかと喧嘩して忙しくメールしてるやつみたいな、 LINE してるやつみたいに見えるだろ、はい、その余裕感が持てるよ、また。あ、そういうもんなんですか。ガンガンにかかってるとこでも分かったよ分かったよみたいな、こう姉ちゃんたちと LINE やり取りしてるみたいな、なるほど、手だれな感じ。あ、東京25時大忙しって感じで、そうそうそう、それ手だれな感じが、分かった分かったみたいな、そういう、私もやっちゃうかしら、それ。そういう方が遊び慣れに見えるだろ、はい、うん、あ、クラブで浮き足立ってない自分ってことで、浮き足立ってないで、もうな、余裕かまして、お前女と LINE してるような感じをするんで、首だけ太くてこんなの、その指の動きがまたちょっと、そう誘ってるモーションなんですね。フィンガーダンスで、フィンガーダンス、指を踊らしておけんね、これ、タン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 、あー、楽でいい、それ、そうそれだよ、タンタン、まあ、そんな感じで、わかりました。じゃあ早速私もちょっとフィンガーダンスの方ちょっとトレーニング、そうそう、フィンガーダンスな、ええ、うん、あれしておけ、その彼もちょっとそっちの方で頑張ってみてください。あ、そうそれにしてもかっこいい服、お召し物着てらっしゃいますね。かっこいいだろ、ちょっとあんま気に入ってないんで、はい、え、かっこいいですよ。っていうのも、はい、適当にこんなもんでもいい、あの MA1 ジャンパーと一緒に買ったんだけど、はい、な、これを着ようか着まいかって考えてるうちに寒くなっちゃったから、はい、今日たまたまあったかいから着てるけど、もうまた明日以降寒くなったらこんなのも着れねえよ。これ本当にあの下手な人が着たら街のペンキ屋さんみたいになっちゃいますけど、ウリアさんが着ると途端にこういうちょっとアーバンなイメージになりますね。お前なんか着てもトライチに合わせてみるな、ただのお前職人だよ。アーバンだろ、俺。アーバンです、アーバンです。はい、じゃあ続きまして、ちょっと名前と年齢書いてないんですが、男性からの相談です、うん、来年から彼女と同棲することになりました、うん、そこで一つ問題が浮上しています、うん、彼女がかっこぬいぐるみを持ち込みたいと言い出したのです、うん、彼女曰くそのぬいぐるみはかっこ幼少期からずっと自分の寂しさを癒してくれた親友で、うん、見捨てることなんてできっこない、過去閉じというのです、うんうん、それが小さなぬいぐるみだったら、構わないんですが、うん、一度そのぬいぐるみの写メを見せてもらったところ、うん、身長1メートル50センチほどもある巨大なぬいぐるみだったんです、うんうんうん、で彼女と同棲をする予定の新居は、うん、わずか8畳ほどのワンルーム、そんな狭いスペースにそんな巨大なぬいぐるみが存在していたら、うん、ぶっちゃけ邪魔だし目障りです、うんうん、なので僕は、同棲を機に捨てるわけにはいかないのと、うん、まあ、冗談めかして聞いてみたら、うん、彼女はなんと大泣きしてしまいました、うんうんうん、で、あ、ごめんごめん、だったらじゃあ実家やトランクルームに預けといたらいいんじゃないっていうふうにあの様子見をしても、うん、彼女は曰く私は実家とは縁を切っているし、うんうん、親友をトランクルームのような暗くて狭い場所に閉じ込めるわけにはいかないとガチ切れし、うんうん、もしぬいぐるみの持ち込みを許してくれないなら同棲はしないとまで言い出しました。わかるよ、これがペットだったら理解できるんですが、うんうん、たかだかぬいぐるみですよ、うん、彼女の異常ともいえるぬいぐるみ愛に僕はすっかりドン引き状態で、うんうん、同棲前なのに暗雲が立ち込めてきました、うん、でも彼女のことは好きなんです、うん、よき解決策を教えてください。いや、あのな、分かる、うちの玲子がよ、まさしくそれなんだよ。はい、別にぬいぐるみとかじゃないんだけど、物に対する、まあ、玲子から見たら物は物じゃないんで、はい、だからそれこそ本当コーヒーカップ一つ、キーホルダー一個、そんなもんでもやっぱもうレイ君にとっても大事な魂が吹き込まれているとかでよ、はい、物を大事にしすぎるせいで全く動かさないんだよ、はい、まあ、だからそれでよく喧嘩になるから、ええ、まあ、まあ気持ちはわかるよ、はい、まあ、他にもよ、ちっちゃい女の子とかよくあのちっちゃい時に寝る時に握ってたタオルが忘れられないっつって大きくなってからもそのタオルがないと寝れないとかそういう感じだろ多分な。まあそれに近いでしょうね、うん、まあ自分のことだと俺は解決なかなかできない問題がいっぱいあるんだけど、まあ、人のことになるとゴッドになるから俺も。あ、教えてください。あ、まあ、一番いいのはあるよ。あ、何でしょう。まあ、その彼女が生理的にというかその彼女の中でその彼女のもう倫理が許されざるシミとかを付着させるんだよ。え、だからそのぬいぐるみに、まあ、大体1メートル50の多分あのニトリのクマとかだと思うんでね、ゲーさん、はい、まあ醤油とかソースとかな、とんかつソースとかそんなシミをつけたところで
クリーニング出そうとか、かわいそうに汚れちゃってって言ってクリーニング屋とかコインランドリー持ってかれて終わっちゃうから、はい、もう許せなくなるような、すぐにそのぬいぐるみの視界からも隠したくなるようなシミ、はい、どんなもんがありますかそれ。まあだから一つしかねえ。え？そういうオスの猥雑なシミを、はい、な、その付着させる。ザージルですか？ザージル。え？そのスペルマンを、はい、な、ぬいぐるみに付着させる。ポイントは、はい、そのクマの近くで彼女とことを始めるんだよ。はい、な、で盛り上がってまいりました。な、スタン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 でこう腰を振る。な、果てる瞬間にクマにかけるんだよ。うっかりミスを装って。うっかりミス。あ、しまった。1回ぐらいだったら大したことねえから、はい、大喧嘩になって終わりだから、はい、2回3回とやっていくうちにだんだん精液のシミがどんどん大きくなっていくだろう。まあしかもあれなかなか落ちないですから。くせえだろ。あ、私は臭くないですけどね。ウリタさんも臭いですか。いや臭くねえけど、イメージがね。あ、そうですか。イメージが、はい、イメージがそのもうとにかくシミだらけにするんだよ、精液の、はい、そうすると彼女の方がそんな精液だらけのクマを、クマがなんか知らねえけど置いときたくなくなってくるから部屋に。なるほど。でそれが醤油ソースだったらクリーニング屋に持っていけるだろう。はい、精子じゃ持っていけねえから、彼氏の精子じゃ。まあ確かに変態だと思われちゃうから、そんなもん持ち込んだら。はい、わかる。彼女の羞恥心が爆発して崩壊するよそんな。そこの彼女捨てますかね、そのぬいぐるみ。絶対捨てる。彼氏に何とかしてって言って彼氏に追っつけて見なかったものにする。なるほど。家なり役なり好きにした状態になるから、で新しいの買ってあげて終わりだよ。その時にもっとスケールがちっちゃいのを落とし込めばいいんだよ。なるほど。そうそうそう。なるほど。じゃあ自分のそのタンパク質を利用して。そう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 。エコだろ。はい、エアをタンパクにしていこうじゃないかって。そういうこと、そういうこと。大したもんだろ本当に。さすがキングですね。さすがキングでした。お前な、お前な、はい、ちょっと下の方読めよ。読めねえだろ。It's possible for everyone to be a king。 え、じゃあここだよ。え、これ何言ってんの。 Why not have a drink。 おお、飲めと。さすがキングでした。おお、まあいいや。はい、では最後の相談です。お、22歳の男性からの悩み相談です。セックスは抗議、抗議ですね。後と書いて遊戯の儀ですね。抗議ね。はい、抗議が大事だとよく聞きます。腕枕、キス、ハグのほか10分から30分程度のピロートークも必要との。なんでピロートークって。あの枕元でまあなんか愛を支えたりとかそういうことだと思うんですけどね。そういうやつか。はい、もう必要との説を聞いたことがあります。こっちは出すもん出して眠いっちゅうのに、その後一体何を喋れというのでしょう。喋りの達人になる瓜田さんのピロートークアイデアをお聞かせください。なるほどな。はい、追伸、新刊アンサー予約しました。僕にもこの件でアンサーをいただけたらと思います。うまいこと言ってね。100冊買えよ。あ、うまいこと言いやがって。それ言っとけよ100冊。はい、だからそれピロートークっていうの。あ、らしいです。そうですね、ことが終わった後の、はい、あれは本当男性諸君ならみんなわかると思うけど、あれいらないよな。いや本当に本当にあれいらないんだよ。ただその女性と男性じゃそのメカニズムとかその全部ホルモンのあれも違うから、はい、女性は多分そういうのが大事なんだよ、はい、な、やろうっていうのはもう本当瞬殺でそんなのもう現実に変えるから。そうですね。その賢者なんとかってやつの前が前言ってた、はい、瞬殺でもうどっか行きたくなるだろ。はい、あ、これはね非常に難しいんだよ、はい、ただまあ俺もゴッドって呼ばれてる以上、はい、うまくそこでその人間のその三大欲求みたいなのを使うんだよ。あ、例えば食欲とかな。あ、はいはい、な、だからもう急にどこどこのチャーハンがな、俺は王将の唐揚げはどこどこ派だなとか、そんなピロートークをするんだよ。晴れた直後にそんな話するんですか。いや、するんだよそこは。はい、な、そうするとな、女性も、女性っていうのは行為の後っていうのはそういうホルモンが分、なんとかってホルモンが分泌されていて、はい、その自分を抱いた相手をものすごい好きになってるんで。ああ、そういうもんなんですか。ほの字なんだよ。あ、ほの字、いいこと、いい言葉言う。もうほの字なんだよ。いいですね。ほの字だからよ、はい、どんな話したってうんうんってな聞くんだよ。はい、
だからもうそこで嬉しそうにどこどこの餃子がどうのこうの、はい、なもうパスタはどこどこの行列の店があそこ美味しいんだラーメンはどうってやってるうちに絶対な腹がもうお互いグーってなるんだよ。さっきアクティブなことをしたばっかりだから そこでな、はい、アクティブなしたことをした直後に、はい、すぐどっか行ったり携帯とかいじるようだったら喧嘩になるけど、はい、腹が減ったからつってキッチンに行っちゃったり、はい、なウーバーイーツ呼ぶわとかトイレ行きたいからトイレ催したとかは人間の三大そのな、はい、生理現象だから止めれないだろ。確かに失われたタンパク質を、ね、回収しなくちゃいけないですから。そういうことそういうこと、はい、だから思いっきり食い物の話して腹減ったに持ってってそこから逃げる。なるほど、それが一番賢いよ。そうすると勝手に女の子は自分で携帯でね、そう飯屋探し始めますから、手分けしろつくんです、そこであえて共同作業で、はい、その隙に言っちゃえばいいんですね。そうやっぱバックリしちゃうんですよ。バックリちゃうんですか。バックリで後で火つけても適当に殺しちゃうよ本当にやりです今の冗談だよ。ああ、うん、なるほど、うん、まあ、そんなとこだよな。お前だったらどうするんだよ。いや私はそのピロートーク以前にですね、私ががむしゃらに相手を喜ばせようと思って前儀をする最中に相手ができたってことがあって、はい、なんか全然反応がないなと思ったら全く気持ちがなかったってことスーって出てたんですよ。何やってんだお前、すごいショックでした。だからもう前儀の方もできれば教えていただけたらなって。いや俺だったら大変だよ。気絶してても起きるよ。あ、死んでたら生き返るレベルだよ。あ、本当ですか。マジで相手死んでても俺が触ったりかましたら、はい、もう蘇るレベル。あ、じゃあ続いて前期の方もちょっとコツも教えていただけますかね。有料だよな、そんな。あ、堀さんのそのゴールドフィンガーのテクニック教えてくださいよ。さっきからうまいな。はい、この場所に戻れるなら君の名前を呼び続け今も変わらず叫んでいくよ。今度こそは幸せ。